馬券予想 YouTuber。 予想やるにしても実績なさすぎるんよ。やすやすでしょ。吉永新でも6年機種続けてたんだよな。元機種の肩書き売りにするには実績が。なんか地方の元機種でヤバめの競馬予想してるやついなかったっけ。滝川樹也か。いっそ反射と繋がってた方がマシだろって理由で処分される機種がいるなんてな。単純に本人だけの素行が荒れすぎるというのは最もどうしようもない類だからな。ここで競馬やめたら本格的に落ちるだけになりそうだから、なんとかして構成ルートを模索するしかなさそう。やすやすよりずっと渋いしマジで無関係なゾーン送りでは。こんなアホな理由でやめるならせめて八百長やっててくれとかいう意味不明だけど気持ちはわかる願いを。今一瞬に受ける男。こんなやつでも騎手になれるなんてやっぱ日本の競馬学校はあかんな。カナダ行きます。木村騎手は別に競馬学校と仲違いしてないし、そこは良かった定期。なんでなんだろうね。遅めの成長期の気配がして現状乗り続けるのがしんどそうって悟ったのかな。カリキュラムが自分向きじゃないと思った可能性もある。日本のは良くも悪くもマニュアル化されてるから、最初の1年くらいは固定の乗り方指導されてそう。と偏見。でも真面目にこんなやつでも機種になれちゃうシステムはどうにかした方がええ。もう加藤先生への無駄な負担にさえならなければ何でもいいよ。競馬界には他人に暴力振るった機種もおるからなんとかなるやろ。暴露系 YouTuber 野郎にも師匠が似たようなことやってるという。あかん人材と分かっていても採用せざるを得ない人手不足、少子化の弊害やね。TBR ややすやすみたいに腕があって理論立てられるなら、まあ予想ややることはできるかもだけど。加藤先生にはマジで床に頭つけて謝ってほしいレベルの辛労をかけてるなこいつ。多分、今馬主さんたちに床に頭つけて謝ってるのは加藤先生なんだろうな。クソみたいな配線処理だな。加藤先生ネットとか手紙とかでめちゃくちゃ無礼なやつに対しても真摯に対応しててすごいなと思ったけど、もっと身近にひどいのがいたからなのかな。成人すぎる。今回のこれに比べたら見ず知らずの相手からの罵詈雑言なんてへでもないわな。こんなことで実感させられたくはなかった。予想を楽しめるほど実績もないし、暴露を楽しめるほど人脈もなさそうだし、おとなしくクレーンゲームしてせがみ金でも落とせ、里見経由でいずれ競馬に還元されよう。正直水沼くんより加藤調教師の方がかわいそうだわ。定年も迫って安穏に残りの調教師生活を送ってほしかったのに、馬娘の映画見に行ったツイートも楽しそうだったし、今頃各所に頭下げてるんだろうな。遅刻しまくりのやつの暴露とか言い訳にしか聞こえなさそう。不祥事で競馬界去ると大体消息不明になるんじゃよ。さすがに人間だから用途変更にはなってないと思うけど。障害の大江原は競馬開催中にお気に入りのキャバ嬢のツイート RT した上、表に出てない馬の故障をキャバ嬢に喋った。結果キャバ嬢図体に拡散されるとかやらかしてるけど、騎士続けてるから。障害でもこの状態で残れるかしら。ある意味数少ない希望ではある。これで障害コミュニティにも入ってなかったらもうマジで終わってた。もういろんな経歴辿ってる障害ジョッキーたちからの説得、指導にかけるしかない。やすやすですら腕はあったから10年あたりは続けられたんだよな。腕がなきゃ G1 勝てないから。水沼のアウトなところは偽装工作までしたところだと思われるが。偽装工作はやっちゃいかんよね。教場のドラマで銃密造したやつ思い出した。過去の通り1ヶ月なのか悪質なのでお給で3ヶ月とか。このまま界隈から追放しても何しでかすかわからんぞ。行方不明、用途変更で特殊詐欺の受け子へみたいな末路は競馬界のイメージのためにもやめてくれよな。元 JRA ジョッキーの見出しでの逮捕報道だけは見たくないぞ。なんとか更生してくれ。騎手以前に社会人としてアウトレベルで素行がだらしねえんだけど、どこでどう使えばいいんだこいつ。それをなんとか形にして最低限使えるように整形するのが日本教育の一番の得意分野だろう。それを信じよう。競馬学校よく卒業できたな。まあ厳しい学校でタートはっちゃけるやつはいるけど。スマホ提出の偽装工作 TikTok 鑑賞、外部の飲食店へ連絡予約、特殊詐欺の受け子やってる俳優もいたし、まああり得るルートだよ。でもギリギリなんとか構成する方へと舵を切ってほしい。誰かこいつのことボコボコにできるやつおらんのか。今こそ武豊のガシガシをこいつに食らわせるべきなんじゃないのか。やったことはわりかし軽い。いや軽くはないんだが、一発アウトレベルではない。スマホ録もおるし、ダメなのは偽造工作までして明らかに違反だと認識した上でやってのけたことだ。それが一番悪質。しかも発覚したのみホトレ線の調整ルームにスマホ置いたままなのを職員が見つけたからだぞ。もうさあ。わかったこいつ、間抜け、なんだ。そんなしょうもない理由なん。アホくさ。
留年の決定だが、授業中にガム噛んでたから、な男だからな。初めて聞いた時は、機種は危険と隣り合わせの仕事場だから不真面目な態度の生徒に厳しい罰を課すんだろうな、と思ってたんよ。今回の件を知った後だと、それまで散々バカをやってきて、授業中にガムを噛んだことが決定打になったんじゃないかと、考えてしまう。ただ船橋の防堤編機種はあの金沢に行った時誰からも相手にされなかったらしいので、無能すぎると矢尾にも使えないという評価にはなるっぽいけど水沼は人間性もダメだからな。隠してたけど怪しまれて発覚したんじゃなくて部屋にスマホがポンと置いてあるのを係員が見つけて、バレたのがマジでもう頭パッパラパー。偽装工作するにしても八百長とかの悪意に基づいたものとかじゃなくて、病気園児がおねしょ隠すレベルの話なのがもうね。詳細が明らかになるたびガチ犯罪してた方が良かったのではないかと思われるのは珍しい気がする。ただただ加藤先生と旧社スタッフさんが気の毒でならない。単に出し忘れたの気づいて魔が差したわけじゃなくて、工作しとるからなほんま終わっとる。もう信じられるのはわしずだけか。フリーターでも長続きというかすぐ首にされて点々としていそう。水沼は加藤先生と競馬学校に謝った方がいい。そこは大前提でそもそも競馬関係者全部に謝らんといけんレベルですら通り越しとる。普通に機種免許剥奪の上訴訟を起こされてもいいレベル。朝がダメって致命的な問題があるからどうやっても競馬村や馬さん関係に置いておけないのよな。馬関係ない日勤の仕事に就くのが一番ええと思うわ。まあ八百長したり人を傷つけたわけじゃないからこっからガチで反省して心入れ替えれるかどうかじゃないか。本人が再起を望むなら応援したい。もう無理じゃない。できてたら寝坊何度もしないでしょ。遅刻常習で怒られたり授業中にガム噛んで留年だったりこれまでも心を入れ替える機会はあったからな。実績もあまりない若手だし相当頑張らないと厳しいと思う。というかこれだけ出てる情報まとめたらそもそも集団生活というか社会のルール的なものに縛られたもの。例えばサラリーマンとかもむずそうな気がする。そうなると保険外交みたいな完全歩合の仕事とか成果報酬みたいなのか自分で独立した仕事じゃなきゃ無理やろ。まあ保険の営業マンはコンプライアンスやら募集ルールやらめっちゃ勉強あるからそこでもう無理そうやが。タクシー運転手とかなら時間的な面ではなんとかなるかな安全運転できるか怪しいけど。それなら体力とか考えたら長距離ドライバーとか良さげかもな。手綱からハンドルに持ち替えて。9時18時で休憩時間もちゃんと決まっててその時間以外持ち場離れちゃダメの完全ルーティン。工場勤務しか無理じゃないかここまでアホだと。競馬ってむしろ2時3時とかの深夜帯に動き出すんだから逆に向いてたのでは？え？まずそこが？あ、はい。たとえ成績が微妙でも真面目に調教乗ってる機種って偉いんだな。たとえ腕が今一つでも問題を起こさないってだけでありがたい人材だということがよくわかる。武士沢騎手とか長年人気薄の馬に乗ってて派手に活躍したというわけでもないが、それでも人柄からどうにかお願いしますと依頼人気は高かったようにとても大事な要素だぞ。やめた方がいいわ。朝に弱いのはしょうがないでなんとかなるが先輩の説教を垂れ流した挙句あんだけ話題になった。スマホ使ってる奴が信頼で成り立ってる社会で生きていけるわけない。やすやすとか自称藤田みたいなクズエピは聞かないから隠居時代のタバラみたいにひっそり暮らせるといいね。え、文章、ホームページ作成なんかの才能あれば完全在宅で勤務時間も自分で決めて仕事できるし仕事中に、スマホ見ても誰も怒らないが、ここまでアホだとそもそも納期守れるか、依頼主との連絡がちゃんとできるかを心配しないといけない。能力が同じぐらいだとして片方が真面目で一生懸命、片方が素行不良で適当な奴なら誰だって前者に仕事振るでしょ。後者を選ぶときは腕が前者を上回ってるときぐらいですよ。女子競輪選手で通話契約していない携帯電話、音楽プレイヤーとして使ってた、お宿舎に預け忘れて、マイカーに置きっぱなしにしていたのを他の選手が見つけたことがあったが、その時でも実質3ヶ月間の停止だったからな。競馬は他の公営競技と比べると処分が甘い傾向があるけど今回はどうなるのやら。競輪や競艇がバツクッソ重いのは基本的にはそいつ個人で完結してるからという側面もあるからな。競馬はどうしたって馬というノイズ要素が入るし。あと騎手は人数が少ないのであまり重い処分を連発すると運営上いろいろと難しいのもあるのかな、と思う。これで競馬村が一新なら、まあ以前の生活の感覚抜けなかったのかな、とか、多少はなるけど、水沼の場合はおじが元ジョッキーで現競馬学校教官の小林純一なんだよな。小馬純自体は一般家庭出身といえばそうだけど、犯罪をしてなかったことだけが救いの、
社会人としての自覚がないアホの今後をどうするか。競馬とは無関係なところで、幸せになってねと言いたいけど、これだけアホだとそれすら望み薄そうだと思えてるのがきつすぎる。